私に何かをさせて。抵抗をやめるつもりがないなら覚悟して。共に心を破り命を捨てると。ダメだ、ここはうちが命乞いをしてみるよ。あかり姉さん、命乞いをして何になるの。あなたたち術にとって覇気に対応できるのは覇気だけでしょう。いいだろう。でもあかり姉さんは100年もそうしてきたんだよ。うちらに何ができるっていうの。痛くない。あかりの下では隠れる場所までない。そこまで。今戦場を一掃する。頭をこっちに。あの指を空中リレー。よし、少弱おばあちゃんの番だよ。はいよ、スノーバさん。努力だ。やつらを目覚めさせよう。そこまでだ。いつでもカウントダウン。アストラルリング、そうだ、アストラルリングならおばさん、ロックうん、星々の流れよ。アストラルリングの爆発状態がずっと続いてる。どこまでだ。想像してなかったでしょ。チートなら私にだってできるよ。静かに。永遠に。隠れる場所などない。交渉の余地はない。
これは共倒れと言えるのか。俺たちは彼女とここまで戦えた。今ならちゃんと話し合えるかな。何かをしなければならない。それはとても分かりやすいけど、老朽の異常は確実に私たちとは無関係。というよりオーカは被害を受ける側だよ。さすがに私たちもアストラルリングを持ってるから。とかバカ、喋る気力があったら回復に使ってよ。まだ何も終わってないんだから。面白い。私の力は回収から来ているゆえ、このままだと私も過度な消耗によって何もできなくなる可能性がある。それにこの瞬間まで誰もが恐怖を見せなかったから、私は力を補充させてもらえなかった。実に尊敬に値する。今のどっちかっていうと冷やかしの言葉に聞こえるよね。待って、嘘。うん、そろそろ終わりにしよう。あんた、彼女たちに何をした？やはり、すべてを終わらせるために来たとしても勝手な介入に対して君は手加減をしないんだね。私のやり方で始めたなら私のやり方で終わらせるべきだ。こう話すのは自分の考えで人を判断することになるが、いつも無意識のうちに大きな過ちを犯すとはいえ、他人にも同じ過ちを繰り返さないでほしいと思っている。君は小尺の師匠。何らかの騒動を起こした彼女が私の名前を口にしたのかい。そうでなければいいのだけど。すまない諸君、姿を隠しているのは少し失礼だが、私は長い眠りから目覚めたばかりで服も乱れていて、今の私はとても人の前に出せるものではないんだ。どうか老朽の異常現象の経緯はすでに把握した。誤解によってこんな状況になってはいるものの、まだ遅くないといいんだが。彼女たちは無実じゃない。確かに。しかし無意識のうちに犯した過ちだった。じゃあどうして私たちをここに封じたの？これから私は必要があるとはいえ、諸君にとっては少し残酷なことをしようとしている。残酷？まあいい。私の弟子曰く、不吉なことは口にするべきではない。安心してほしいんだ。七術がまだ存在している以上、桜花で暴れる罹患の術相も一時的なものに過ぎない。百年前の出来事ももうすぐ再現できる。ここで起きた様々なこともすぐに元通りになる。
でもあなたたちの一員のアジタはもう死。リトストだってそうだろう。でも師匠さん、それと私たちの動きを封じることと何の関係があるのかわからないよ。それもおそらく私の勝手な判断かもしれない。何しろ私は諸君を歓迎できなかった。ここに来たのは別れを告げるためだ。それこそが今話した残酷な一面でもある。家中にいるとはいえ、事実上老朽のことは諸君と何の関係もない。百年前の給仕は衆目にさらすべきではない。そのため諸君はこの争いの地を離れるべきだ。何しろ諸君は自身の持つ力について何も知らないからだ。待って、別れを告げる？じゃあ少爵は？彼女のことは心配いらないよ。いずれにせよ彼女は私たちと手を組み、皆の故郷のために災いを根絶しなければならない。それに私から見る限り、それこそが諸君の目標だった。違うのかい？七術の力を一つずつ目覚めさせ、そして老朽と桜花をもう一度救う欺瞞の術。諸君が彼女のことをどう思おうと、彼女はこの計画で最も重要な一部だ。リトストもアジタも替えのきかない存在ではないが、無論今までの諸君の計画から考えると想像するほど厄介というわけではない。どういう意味？ああ、箱のことだよ。諸君がどこで手に入れたのかわからないが、それは私が残したものだったから。そして術である私は諸君が判断したように古い病を治せない。例えば諸君はバンケットルームで一戦を交えたと思っているかもしれないが、実際ここにあるすべては箱の中のものに過ぎない。本当のバンケットルームは今も無傷のままだ。桜花にいる諸君のサポーターは今も箱の外で返事を待っている。巨岩の小細工は取るに足らない。だから今日の旅は夢だと思ってくれても構わない。